はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。帰ってきたダークヒーロー、リベネットスレイヤーです。さあ、本日なんですが、ベンデットデッキ、実は革命が起きているという話、皆さんご存知でしょうか。今までは、これユニゾンビっていうモンスターが、実はね、1枚だと何も仕事しないっていうのが有名で、その組み合わせ初動でなんか芝刈りと一緒に引くとか、なんか他のアンデッド族と一緒に引くとかだと、まあ一応仕事するんだけど、なんか1枚だと仕事がしなかったんですよ、このモンスター。これベンデットと組み合わせることによって、なんとですね、ドハスラが確定するようになりました。ほぼコストが一応いるんですよね。ユニゾンビプラスベンデットカード、なんでもいい、モンスターでも魔法トラップでもなんでもいい、ベンデットカードプラスアンデッド族だったらなんでもいいっていう、例えば、ユニゾンビプラスウララプラスベンデットスレイヤーとか、ユニゾンビプラス、ベンデットラベナスベンデットプラス、まあ、レブラントとか何でもいいんだけど、この辺の組み合わせは、こういう組み合わせ、各種組み合わせからドハスラがまず確定します。はい、ライザーとイモータルで1枚ずつ確定でアンデッド族墓地送って、ドハスラと視界の番手をくれるんで、でそれにプラスして一応コストにしたカードによっては儀式魔法とかと組み合わせて、リベンデスレイヤーも出てくるみたいなね。だから結構パーフェクトリベンデッドスレイヤー、要はレブラントとヘルハウンドの効果を付与したスレイヤーに横にドハスラン並んでるみたい な結構強い動きができるようになったんですよ、結構確定ルートがあって。はい、これは皆さんにね、お伝えしたいなと思ってデッキを組んできました。対戦とかの1戦目かなんかでやってると思います、そのルートは。はい、ギミックはね、結構パンパンなんで、割と誘発とか入れてる枠あんまないんですけど、ベンデッドって、まあ十分ね、展開力、確保できてるし、まあ、強いかなと思うんで、皆さんもよかったら使ってみてください。このテーマ、僕はちなみにめっちゃ好きなんで、リベンデッドスレイヤーが。こいつの召喚ムービー世界一かっこいいと思ってんだよね。うん。コラミシ、早くアニメ化してくれ。デュエル、スタンバイ。さあ、ハンドは悪くないですよ。これ、結構誘発ケアできるし、ちょっと無限抱擁だけ、本当にやめてほしいんだけど、これボーンだな。リベンデッドボーン and リベンデッドスレイヤー、これ見せましょうか。相手何もなそうですね。ユニゾンビ君を召喚、ユニゾンビ君の効果こっちから行かなくてみた。ユニゾンビを召喚し、ユニゾンビの効果を発動。ユニゾンビの効果により、レベルを1個上げながらデッキから墓地にアンデッド族を送れるとかいう効果。これ一応ですね、コストはいるんですけど、ユニゾンビ1体からベンデッドだとドハスラまでつながるという、ね、動きができます。でベンデッドチャージを持ってきますと、コストはありますよ、もちろん。これでアンデッド族1枚とベンデッドカードが1枚ですね。ユニゾンビプラスアンデッド族プラスベンデッドカード1枚、まあ結構ベンデッド力だったら結構これ簡単にクリアできるんで、これであればいけます。ドハスラは絶対確定します。はい、で、ここでまず7シンクロして、ほい、シューティングライドライド行こうか。墓地へモンスターを送る、まあ、送ったモンスターは効果発動できないという話はありますけどね。で、ヘルハンド効果手札からベンデットカードを1枚墓地に送って、自身を特殊感。これで一応今なんだっけ、アンデッドワールド張れるじゃないですか、視界のバンシーがいるんで。でここでイモータル出すわけですよ。でこれでドハスラを墓地に送ればもう完璧、これでもう準備は整いました。はい、イモータル。で、こっからは、ベンデットの展開って感じなんで、まあ、何をするかは、まあ、いろいろあるんですけども、諸説。まあ、とりあえず、リベンデットバース発動して、リベンデットスレイヤーを出しましょう。で、スレイヤーはスレイヤーコストリーですね。デッキから儀式、素材を墓地送って、墓地から儀式、やってること意味わからん。これ今、手札もフィールドも使ってないからね。このバースが言うカード。シンクロレベル8なんか強そうなやつ入れられればいいんだけど、この状態だとちょっと微妙ですね。なんか、妨害になるから一応転移の竜騎神とかは入れてもいいかもね、ここ。まあ、とりあえず一回サッカー部出すわ。サッカー部出して。まあ、これもうね、ベンデット展開以外のところでドハスーラーとアンデッドワールド確定してるんでね。結構これ強いですよ。まあ相手不安だりとかだったらそれだけ死にますしね。アンデッドワールドだけ死ぬし。で、ベンデッドストリゲス。墓地送って、ストリゲスの効果。
ベンデットカードを見せると特殊召喚できて、ワンドロー入ってボーンね、オッケーで、一回ラビナスベンデット発動デッキから素材を特殊召喚して、でフィールドのモンスターで儀式召喚リビンデッドスライヤー、よし、オッケー、オッケー、オッケー、かっこいい、この召喚ムービーマジかっこいいわ。ちょ、はん、楽園ストーリーとさ、ベンデッドストーリーアニメ化しないか、コナミ。いやマジでこれただの俺の趣味なんだけど、楽園ストーリーと楽園っていうか、まあドラグマ楽園創建翡翠あたりのあのストーリーね、スプリガンズとかあの辺のストーリーとさ、一回リベンデッドボーンか、これボーンを墓地送って破壊体制つけた方がいい。で素材にすんだ、これだ、スカーベンデッツリリース、で特殊召喚しといて、リベンデッドアドベンデッドセイバーになっとこうかな一応。はい、こことここあらろアドベンデッドセイバー、そしてアドベンデッドセイバーの効果によりベンデッドカードを回収、これによってラベラスベンデッドを回収していくぜ。よし、十分いいだろう。これでカードを1枚セットしてエンドラ。この、ね、楽にストーリーとベンデッドストーリーは個人的にこのストーリーの設定というか、まあ、流れというかがめちゃくちゃ好きなんですよ。特にベンデットは、まあ、アメコミを、まあ、モチーフにしてるんで、僕はアメコミめっちゃ好きなんですけどね、基本的に。ちなみに一番好きなアメコミ皆さん何ですか？僕はアイアンマンなんですけど、はい、トニー・スタークがめっちゃ好きで、今この実況を撮ってる部屋の後ろにトニー・スタークの心臓飾ってあるんで、アークリアクターのちっちゃいマンあるじゃないですか。あれ飾ってあるんですよ。ちょっとアイアンマンのヘルメットは買おうかどうか今悩んでる。嫁に相談中。高いから連覚の召喚、あ、インフェルノイドですね、なるほど。いやこれインフェルノイド手数結構多いからな、俺芝刈り止められないな。結構きついかもな、芝刈り止められないの。ちょっとね、魔法トラップカードにね弱いんですよね。弱いっていうか、まあ弱くもないけど今は弱いんですよね。一応破壊耐性がアドベンデッドセイバーとリベンデッドスレイヤーはあるとはいえみたいな感じなんですけど、煉獄の虚無ね、これなら融合するんだっけ、融合するやつか、オッケー。でこれ融合するやつな、これなんとかして墓穴とかでなんか頑張れねえかな。このね、ドハスーラギミックやっちゃうとヘルハウンドどっか行っちゃうんで、ヘルハウンド巻き込むのちょっと難しいんですよね。要はパーフェクトリベンデッドスレイヤーがちょっと出にくいっていうのがあって、リリス君なんだっけ、特殊が成功した場合に、フィールドのマジックトラップカードを全て破壊するのは無理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 、全然無理。リリースすると効果無効なんだよな、それを墓穴だな。はい、でリリースすると効果無効にして除外するとかいう効果を、墓穴をぶち当てて、無効にしていけば、まあここは通らないと。でアンデッドワールド守られる、あとは煉獄の虚無くんがあるので、まあ出てくるモンスターが出てきますね。とりあえず効果無効、一応これで、あ、これは出しておいた方がいいか。いやベンデッド縛りあるのちょっとめんどくせえな、こう、ベンデッド縛りついちゃうんですよね、あのスカーベンデッドがいるとベンデッドしか出せないっていう効果あるんで、あのドーハスーラーもしやられても次のターン返ってくるんですけど、それができなくなっちゃうんで、こっからですね、問題は墓地からわらわら湧いてくるこの謎の集団をなんとかできるといいんだけど、ティエラ効果発動してくる、デッキの上から3枚墓地を送るのとエクストラデッキから3枚選んで墓地を送るのか、うわーこれヌッドスコ飛んでくんな、いやまあしょうがないか、もうこの辺捕まえやろこれ、いやーやばすぎる、耐えてくれ俺の心臓持ってくれ俺の心臓、やめてくれ、うん、単位置をつけてくれ、ヌトスにもヌトスはやめてくれ、あとアンデッドワールド割らないでくれ、対象それね、オッケー。で対象は
めんどくせえ。でもアンデッドワールド守られた。とりあえずちょっとあの除外だけしとくか。まあ、とりあえず打点が高いのであの前のやつ除外しちゃえばいいかな。オチも除外できるんだけどね、これ普通に強いんですけど、まあちょっと一回とりあえず打点抜いて墓地除外する。あれか、墓地除外したらよかったな今普通に。あと墓地除外したらよかったわ。いや今のこれ多分墓地除外したらよかったな。ちょっと待って、脳死で前除外しちゃった。これ多分なんか出てきたらヤバいやつ結構いるんだよな、インフェルノ城って。なんかモンスター全部っぱとかそういうのってあってね、モンスター全部っぱとかなんかなんか効果武功するやつとかなんかいろいろいた気がするんだけど、ちょっと普通にミスりましたね。これ久しぶりにインフェルノ城でやってるから。あと単純に時間ねえ、やべえ残り39じゃん。あネヘモスなんだっけ、フィールドモンスター全て破壊する。うわーきちいけど除外するしかねえ。吹き飛んでいく。でもサーチは入る。いやワンキルはされないと思うんだけどな。えこっから8000打点出るかな相手。もう多分ね墓地理想そんなもんないでしょ。でリベンデッドスレイヤー効果発動していく。バース、やばいやばい、時間ない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 時間がない、タイムがない、ノータイム、タイムレスコンボ。うおっ、うえっ、いやー特殊が成功した場合に、腕の放置が、あそれ墓穴したよ。あやった、なんか墓穴されてんじゃんあいつ、やったラッキー。墓穴このターンにしたんだよ俺。ってことは次のターンは向こうだ。来た、これ何も起きない。オッケー、バニラ2900、バニラ2900はいける。さすがに。さあ出てくるぜ、資料を同発するだから無限に蘇る。うおー、よし、あとは8000打点作りに行けばええやん。アニマはまだいいか。どっから入ればいいんだ、まあ、とりあえずあれか、ユニゾンビだな。ユニゾンビ出して、でユニゾン効果発動、デッキからアンデッド墓地に送る。でレベルをこいつ4にするよの効果で、送るのは何でもいい。ちょっと枠ないんでね、バンシー2枚目とか3枚目とか入れてる場合じゃないんで、もう1回アンデッドワールドとか破壊されちゃうとちょっとねきついんですけども、アンデッドワールド再発動するのはね、はい。まあ、ただね、リベンデッドスレイヤーはドヤ顔で出てきて、でバロネス出して破壊して、はい、当たり前にバロネスが出るレベル帯になってますこの4と6っていう、とても素晴らしい。いけ、フィールドバロネス。そしてシンクロ召喚に素材にあったリスイヤーの効果、儀式召喚してるんで、またデッキからベンデットを、墓地を送りながら、ベンデットをサーチする効果と同発するの効果によって、相手のモンスターを除外するという効果、はい、チェンジ発動、同発する効果、相手のモンスターを除外、前、ほい、で、スレイヤー効果、自分のデッキからバース加えて、で、ベンデット落とす、OK、で、バロネス効果で、そこ破壊して、何もなくなって、残り60秒、8000出るか、8000出るか、俺、ストリゲス、8000出るか不安になってきた。ラベナスベンデット発動、パーフェクトスレイヤーは縦に行こう。で特殊召喚するのはこっち、レブナントでフィールドのモンスターリリースして、バスタードだなこれ、こことここ、ボアかけるか、ボアかける多分。オッケー、でスカーベンデットの効果も発動して、自分の墓地のアンデッド族除外しながら、めっちゃいいんじゃんあ、そっか、なんかあれか、相手さっきエクストラデッキから送らせてくれたんだ。オッケー、でボン発動、足りてるこれで、あてか今の現状足りてるかこれ、これで。オッケー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 、来た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 、待って、こことここ、あらろリベンデッドエクゼクター、来たー、かっけー、この盤面バトル、うわー、これがベンデッド同派デッキのパワーだ。対戦
ありがとうございました。強え、そしてかっこいい。なんて最高のデッキなんだ。よし、高校ゲーム参加権を引いた。これが通ればいける。通んなかったら無理。あんまり手数が出るデッキじゃないので。ブラックメタルドラゴン、なるほど。いやもう打ってもよかったかもしんねえな、これ増殖数字。アストライカーね、オッケー。ドラゴンリンク系かな。いやこれブラックメタル1体からありえん展開してくんだよな、このデッキ。ストライカーはまあでもまあまあとりあえず1体か。でレダメかなんか持ってくる感じかな。リボルブートセクターと、ブラックメタルで、あ、レダメか。なるほど、ドラゴンリンク系だと思うな多分これ。増字通るかな。通んなかったら普通に終わりなんだけど、これ。あ、オッケー。レッドアイズダークレッドメタル来る。効果起動してくるか。オッケー。ここで増字打って、ゴキブリ通んなかったらもう普通に無理ですこの手のデッキは。オッケー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 、通った通った。じゃあ耐えるわ多分。いやさすがにね、あのデッキすげえ展開力あるんですけど、めちゃくちゃ特殊召喚するんですよね。だから多分増字通ってくれたらまあ結構いけると思うけど。ウェルティアナコンダ、あ、なるほどなるほど。龍一、これあれかな、ピューデスかなんかぶっ込んでくるやつかな。あー、なるほどね。はい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 、これ多分増字打たれたから妥協展開みたいな感じなんだろう。あー、オッケー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 、了解です。あー、了解です。まあデスフィニクラだったらまあなんとか耐えれると思う。セット OK、向こうないからね。まあ動きは通るから、まあ一番破壊は飛んでくるけど、まあ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 、まずは下準備でウララチェックから入るしかなくて。あ、でもこれ結構きついな。これ普通にこれ通んなかったらやばいぞ。これ通んないとやばい。あぶねえ、儀式モンスターおらへんかった。あぶねえ、とりあえずこれで儀式ができるわ絶対に。でユニゾン出すしかないんですけど、ユニゾン出していきましたか。ユニゾン美召喚、さあ効果を発動したいんだか。なんかある。ちなみに増字打たれたら貫通して動いていくわ。もうワンキル取りに行こう。 OK、 ないで、ユニゾンビ効果発動、デッキから墓地に送る。ちなみにここはもうなんかデスフェに使いどころみたいなとこあるけどな、アンデッドデッキだったら。はい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 、そこなんだ。じゃあ先に打った方がいい説もあるけどね。まあいいや。はいはい、でアナコンダ破壊してユニゾンビが、破壊されるが一応効果は通ると。手札余ってるんでね、これでいいですね。で、リベンデッドバース発動。リベンデッドバースの効果によりベンデッドモンスターを1体墓地に送りながら手札から儀式召喚、デッキから素材墓地を送って儀式。やってることおかしい。行けリベンデッドスレイヤー。そして墓地へ送られたスカーベンデットの効果を発動。スカーベンデットの効果により、ベンデットカード、ベンデット魔法トラップカード1枚を手札に加えることができる。これによってベンデットチャージを手札に加える。さらにベンデットチャージの効果を発動。ベンデットチャージの効果によりベンデットヘルハウンドを墓地送り、敵からベンデットモンスター1体を特殊召喚。あらろ、ベンデットストリゲス、そしてベンゼットストリゲスとリベンデッドスレイヤーでリンク召喚。とりあえずサッカー部出すわ。これサッカー部とストリゲスのコンボ結構強くて、これ墓地から蘇ってすぐワンドローできるんで、これ素材にすると結構強いんですよね。でリベンデッドスレイヤーの効果とベンデッドストリゲスの効果を発動。リベンデッドボーンを相手に見せつけストリゲスを特殊召喚。あの伏せカード何一生光ってんな、まあ、とりあえずワンドローは入れられそうだな。そしてリベンデッドスレイヤーの効果によりラベラスベンデットを1枚手札に加えながら敵から墓地にベンデッドカードを送る。これは8でいいですね。そしてヴァンパイアサッカーの効果でワンドロー、墓地のヘルハウンドの効果を発動。手札からベンデットを送って自身を特殊召喚。はっ、そして最強の儀式魔法ラベラスベンデットを発動。
ラベラスベンデットはデッキまたは墓地または手札から素材を特殊召喚し、そしてフィールドのモンスターを素材とし自力召喚を行う。あらあらろ、レブラントとヘルハンドを素材にリベンデッドスレイヤー自力召喚。そしてリベンデッドスレイヤーはヘルハンドとレブラントを素材にしている場合効果を2つ付与されている。そして自分の墓地に存在するスカーベンデットの効果も発動。自分の墓地からアンデッドズグモンスターを除外し、このモンスターを特殊召喚。さらにその効果にチェンジ、リベンデッドスレイヤーのモンスター効果を発動。ヘルハンドを素材にしている場合相手のマジックトラップカードをゲームから除外する。さらにそれはクイックリボルブ。なるほど。そしてここにチェンジ、リベンデッドスレイヤーのモンスター効果を発動。レブラント素材にしているため相手のモンスターをゲームから除外。消えせろデストライフェックスガイ。おーっせーっしゃ、デストライフェックスが攻略いいだろう。そしてリベンデッドスレイヤーの効果によって相手のモンスターが除外されたため、もうデストライフェックスは二度と戻ってこない。さらにボーンがある。なるほど、これワンあるか、ワンキル取れるかもしんねえな。アドメディットセイバーちょっとベンデット縛りついちゃうのでここな、これがななければ強いんだけどな。ベンデット縛りついちゃうんですよね、スカーベンデット。これ出す必要なかったな、ぶっちゃけ。アドベンデットセイバーのモンスター効果により、一回ラベラスベンデット回収しよっか。ラベラスベンデット回収、そしてリベンデッドボーンを発動。リベンデッドボーンの効果により自分の墓地から儀式モンスターを儀式召喚できる。自分の墓地から儀式素材をゲームから除外、手札でもいい。あらあらろ、リベンデッドエグゼクト。そしてアンデッド族モンスター2体でサーキットコンバイン。あらあらろ、ヴァンパイアファシレーター、ファシレーターのモンスター効果、相手の墓地のモンスターを蘇生。これによりディスク外を蘇生。つえつえ2枚ドローつえ、これ最強だそしてパクったモンスターをレベル6として扱い、エクシーズ召喚。あらあらよ、ヴァンパイアシェリダン。そしてヴァンパイアシェリダンのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使い、相手のモンスターは墓地を送る。ふぃっつバトルガイズさん、いけー、おら、ちょうどお釣り出し8000、あ、6000しかなかった、相手のライフ。対戦、ありがとうございました。つー、今めちゃくちゃかっこよくなかった展開。あー、なるほど、下準備通るかどうか問題でしかないな、これ。下準備通るかどうか問題、まあ、一応でもラベラスベンデットあるから一応ベンデットスレイヤーは立つけどもってやるから。あー、なんもない。なるほど、なんもない のであればとりあえず棒を持ってきてスレイヤー持ってくる。一旦スレイヤーでスレイヤー出しに行くか。スレイヤーでスレイヤー出しに行ってチャージ持ってきてみた感じだな。ヘルハウンドちょっと余っちゃったな。まあいいや、ちょっと無理だった、これが限界。まあ悪くないでしょう、でも言うて破壊耐性は一応あるし耐えていただきたい、できれば。一応ね、ヘルハウンド素材にしてるんでディフェンドステイヤーが、ああまあとりあえずリベンデッドスレイヤーの効果とスカーベンデッドの効果だけ起動するわ。儀式召喚した方がこっちだよね。これ除外してアニマで戻ってこれるんで一応ね、ベンデットは、まあ、それでなんとかしたいといったところ。スカーベンデット呼んでくる。いや、怪獣一体ではそんな簡単に知られないと思うけどな。この盤面作ったら意外とワンキルはされないんですよね。しかもなんか結構硬くて、アドベンデッドセイバーとか割とね。はい、さあサッカー効果で1枚ドローも入る。
あー、遅いんだよな、遅いんだよ君は。ガスタへの追い風、え、どういうこと、これ何デッキ、これガスタデッキわからん。ガスタグリフ、ゴースト強っ、ガスタデッキやんけこれ、ガチの500万年ぶりに当たってるんですけど、ガスタの新鋭とかいうおっさん大ガスタスフィアードさん、アマゾネスの剣士ですね。え、これもしかして俺ワンキルされる、これ俺この盤面作ってあんまワンキルされたことないんだけど、これもしかして、あちょっと待って、あ、痛い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 、ちょっと待って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 、アマゾネスの剣士ムーブはやばいよ、ちょっと待って、やばい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 、助けて、やばい、向こうで実践100しかないライフが、あああああ嘘